初めて、うんうん、うわぁこんなにピュアで、うん、何の邪魔者も入らずに、うん、本当に2人だけの関係で、うん、ここに神様がいてくれて、うん、こんなに素晴らしいものだったんだ、うんうん、2人が一つになるっていうのはこんなに素晴らしいことだっていうのをね、うん、感じて、はい、皆さんこんにちは、オンファイアのあやです。今日もまた引き続きこの結婚関係の回復というテーマから沖縄の栄太郎さんと玉江さんをお呼びして、続きが早く聞きたくて仕方ないんですけれども、前回の続き、前回の流れの続きを、お話ししていただきたいと思います。本当に彼らの心からの証、うん、神様からの本当啓示がなかったら、神様からの取り扱いがなかったら、本当自分たちの力ではどうしようもできない、うん、ところを通らされて、なんか話を聞いてていつも鍵なのが、うん、あのよう分からへんねんけど委ねたらとか、よう分からへんけど助けてって言うたらっていう、なんかそこがすごい鍵なような、うん、もうすでにそれがすごく見えてて、うん、神様ってやっぱりなんか無理やり来ないね。うん、なんか無理やりさガーンって来てさ、なんか私の言うことを聞きなさい従いなさいという本当に神様じゃなくて、いっつもこうスタンバイして待ってくださってて、うんうん、そっち行ったら危ないんだけども、うん、でも自由意志を与えて私たちに選ばして、で私たちがやっぱりなんかもうダメだっていうのが自分で分かった時に初めて委ねて、うん、でそこで受け取ることのできる力はもう神様じゃないとできない。その力をね、うん、2人が本当それぞれで、うん、受け取ってきてる、うん、途中まで聞いてますが、だんだんそれがその2人で受け取っていく、うん、本当に結婚の中にその力がますます現れていくって話になっていくんだと思うんですけど、うん、今日もじゃあ、中間で最初の山越えてこれで終わりかなと思ったら、また大きい山が待ってるような、なんか、うん、そのようなところら辺からこのパート3の話を続けていってもらいたいと思います、うん、はい、お願いします。どっからだろうね、映画やのやっぱりな、うん、あとちょっと、あ、そう、今ね、あやさんが言ってて、うん、僕ら実はその委ねること、神様に任せるっていうのがそうだったんだけど、うん、例えば性の話、うん、教会とか聖書とかで例えば LGBT の話だったりとか、うんうん、あと婚前交渉はダメだよとかってね、うん、聞いたりとかしたことあったんですよ、教会で、うん、そうするとね、僕らの反応は、うん、うん、こんな時代遅れなこと言ってる人がこの世の中にいるのかっていうことで、ものすごいカルチャーショックがあったんで、うん、で結構他のことでは僕も教会と、うん、聖書とか神様と意見が合うことがとっても多かったんだけど、実はこの性的なことに関しては神様とね意見が合わないことがとっても多かって、マイウェイで生きたんですよ、うんうん、普通にこの世では当たり前と言われていることや、婚前交渉だって当然必要だし、婚前交渉なしで結婚するなんてアホかっていうぐらい、うんうん、でそうやってわがままにやってる中で自分たちのこの結婚で問題があって、うん、だからもう本当に神様は口で言ってわからないんだったら、うん、現実問題が来るまで待つみたいな、うんうん、で現実問題が待ってから、うん、例えば僕の場合だったらポルノグラフィー見てたことも、うん、こんなん当たり前じゃん、うん、いいじゃんって思ってたのが、うん、いや、玉江は浮気したけど、うん、僕は頭の中とか心の中で同じことしてるじゃないかっていうふうに神様から言われて、うん、それはね、なんかすごくこうウェイクアップコールっていうか、うん、あ、ダメだったんだって気づく、うんうんうん、それもでも神様から語られんと、そうね、それこそこの世は男の解消やとか、その浮気する不倫することとかも、そういうポルノを見るとかも、うん、男の解消や男やったら当たり前やっていう中で、うんうん、なんか啓示なくこれはダメ、うん、これはダメって言われても、うん、人間ってやっぱり受け取れないよね。そうやね、本当そうや、うんうんうん、じゃあ玉江さんはその許してほしいっていうか、許せるように、あなたのことを許せるように、うん、た、栄太郎さんが神様助けてほしいって言ってこうアプローチしてきてくれたことに対してどういう反応だったの？栄太郎がそれを、まあ、神様から受け取ったとかそのことは全然知らなくて、うん、聞いてなかったんだけど、その時は、
ただ私のところに来てもう許したい、許すように自分の意思としてもうそれを選ぶ、うん、でっていう時にもああよかったと思って、うん、とにかく離婚しなくてよかった、うん、でも何の解決もしてないんだけど実際自分の中は、うん、表面的にはとりあえず、うん、おって感じで、うんうん、なんでかっていうとやっぱりこう一緒にいても気分を枝の機嫌をちょっとこう見たり、うん、なんかちょっと言い過ぎたらあーしまったしまったって言ってもおとなしくしてよとかね、うんうん、それで結構大変な時もあったから、うんうん、あのとりあえず枝太郎がその許したいっていう方向に向かってくれてるんだって思って、それはすごくあよかったっていう、うんうん、でもそれはよかったって表面的だけどもそれがなんていうの浮気したくないっていうことにはつながらなかった、うん、根本的なあなたの中での解決にはなってなかったよな、うんうん、神様と出会った時に、うんうん、本当不思議なんだけどね、神様に出会って神様の本当の存在を知る時に、うんまあ、神様を知るってことは、ね、愛を知る、うん、神様が自分を愛してるっていうことをね、なんていうか知るんですよね、うん、え、その教会で神様のさ、前々回のところで、うん、あの神様を受け入れる人前出てきてってさーってもう、うん、太郎さんがどうしようかな思ってるのになんか言ってくれてさその時に出会ったそれとまた違うの？うん、その時には確かに出会ったんだけど、うん、その出会った人っていうのは何か誰かすごく大きな人で遠くの方にまあいて、うんすごく偉大な人で、うん、で、栄太郎ね、なんていうか、が、と結婚したことにすごく不思議な力を感じてたから、うん、あ、それをアレンジした人なんだっていうのは、なんか分かって、うん、それに対して、なんかありがとう、言わなあかん人おるとか言ってた、ね、そう、そう、うん、なんかほら、こう、誰でも祈る気持ちってあるでしょ、うん、で祈る気持ちがあって、その祈る気持ちを向ける人が、あ、この人なのね、みたいな。うんうん、なんだけど、なんかいてはるわっていうのは分かった。そう、うん、もう少しもっと大きな仕事をしてる人だから、まあ一人一人にそんな、うん、わざわざ一個、うん、細かいことまでやってないやろっていう感じで。うん、大きすぎた。うん。だから私のその細かいね、ことなんか、まあそんなに気にかけてないっていうか、そんな、うん、なんていうか、知りもしないんじゃないかなっていう感じもちょっとあって、うんうん、そういう大きな流れだけをこう、ね、こう、うん、勝手に考えたまあ神様像ですよ。だって聖書読んでないから。ほんで、教会行っても寝てるから、うんうん、全然何も知らない、うん。で、その神様っていう人格を個人的に知るっていうことに結構導かれていたわけか。うん、そうそうそう、そうです、うんうん。で、それは特に、うん、なんていうか、2人で、だいぶもう結婚も良くなってきて、本当に、私がもうその神様の声を聞いてから、うん、だいぶ変わって、うん、で聖書もちょっと読むようになったし、うん、なんかこう神様が本当に聖書の言ってるような神様なんだっていうこのねいろんなものが一致してきて、うん、自分で勝手に作り上げた神様じゃなくて、うんうんうん、それで2人で1回ね人にシェアしてもらったうん、ホリーゴーストっていう映画を見て、うん、それはドキュメンタリーで、うん、いわゆるこうロボ伝道っていうのかな、なんていうか、ストーリートで書いたりした、うんうん。で、祈ってね、癒されたり、そこで精霊に満たされるように祈ってあげたり、うん、悪霊を追い出したり、うん、いうそういう人たちを、こう、一緒にドキュメンタリーで撮ってるような映画で。で、それを2人で、それを見たわけね。そうそう、それを2人で見たときに、うん、なんかもう、あごがガクンって感じで、え、何これみたいな、こんな世界があるんだと思って、もうね、もう本当にその時に、わーってなったんですよ、うん。これはね、私たちね、なんで今までこんなに神様のことを、これもし本当にクリスチャンの生き方だとしたら、うん、私たちは全然違うなぁと思って、うんうんうん、これで、まあ、とりあえず神様に聞いてみようってことで、うんうん、で、二人でもひざまずいて、そのあたりからね、もう前はね、こんな感じでな、ベッド寝転がりながら、はい、神様みたいな感じだったんだけど、うん、もうその時ね、なんか違うみたいな、二人で、うん。もうすぐベッドにひざまずいて、うん、神様って感じで、もうとにかくあなたを知りたい。見せてくださいっていう、もう本当にシンシアな祈り、うん、もう本当に知りたい、ただもうシンプルに知りたい、うん、誰かが伝える神様じゃなくて、あなた自身が私たちに教えてくださいっていう、うんうん、それでもう祈って祈って、で、祈った時に神様はこんな素晴らしい神様とか、そういうなんか説教聞いたとかじゃなくて、何があったかっていうと、自分たちの悪いところ、うん
まだちょっとね、私はいくら神様の声を聞いて、うん、変わったとは言っても、やっぱそのエタロと同じようにポルノグラフィーが、うん、ポルノから抜け出せなかった。うん、それからあとはね、悪夢。うん、ちっちゃい時からすごいホラー映画めっちゃ見てたんですよ、私。そうなんや。うん、ホラー映画大好き で、うん、でお父さんお母さんが忙しかったから近くに映画館がいっぱいあったんですよ、うん、上田なんで、うん、でそうするとほらお金もらって、うん、で見に行っていいよって言うと友達で相談してホラー映画選んで見に行くような感じでホラー映画結構見てて、でそれがねもうなんていうかある意味中毒、ちょっと中毒みたいになってて、うんうん、それがもう夢に出てくるようになって、うん、もうそれがものすごくリアルな夢が出てくるようになって、うん、もうね本当に怖いんですよ、うん、もう現実との境が分からなくなるぐらい、うんうん、でも怖いのにもかかわらずアートをやってるから、うん、あこれはインスピレーションだとか言ってね、うん、思ってこれがなくなると私のアイデンティティがとかね、私のインスピレーションがなくなるみたいな、なるほどな、思って、うん、こうなんかどっかで握ってたんですよ、怖くてもう叫んで起きるぐらい嫌なのにもかかわらず、うん、それを握ってた、うん、でそういうのをねこのね祈り始めてから何週間かの間に一つ一つ見せられたんですよ、うん、もうこれだけじゃない、もっとたくさんあるんですけど、いいもう一つ一つ見せられて、その時にね私ねもう神様がねもうそこにいる神様があまりにももう私知りたいって思ってたから、うん、もうこっちの今までの古い自分、うん、私に何にももたらしてくれない虚しさしかもたらしてくれないこのものをね、うん、もういらないっていう気持ちがすごく強くなって、うん、神様が一つ一つ見せてくれるときに、もう私いりませんって言って、もういらないいらない、私いりませんって言うたびに、神様がそこから解放してくれる、うん、悪夢もほとんどボーンって見なくなったし、はい、もういろんなことが、すごいね、でその時にね、私、わ、もうすごい、もうその時にすごいすごいとか思ってて、神様、こんなこと、だって悪夢自分で止められないから、もうすごいと思って、でもうどんどん自分が軽くなっていく。うん、でアイデンティティどころかその重荷が抜けて、もう自分がこう解放されていく感じがあって、うん、で栄太郎も同じぐらいの時にあったような。俺はね、たまえほどたまえ何個も何個もって言うけど、うん、僕はねポルノのことがあって、うん、やっぱ小学校の頃から見てたし、でそれが日常化してたから、うん、それのない生活を知らない、うんうん、でそれを見続けてて、結婚してももちろんそうだよね、うん、クリスチャンになったからって見なくなるわけでもないし、うん、でただある時にそれが名前の浮気があった後から、うん、まずそれが良くないことだ、うん、で良くないっていう時にね、神様にね、じゃあこれをやめたいけどどうしたらいいんだっていうふうにお祈りをし始めたんだけど、だからって次の日になんか悪夢見なくなるみたいにポルノ見なくなるみたいなことじゃなかったね、うん、で最初起こったのはね、まず頭の考え方、うんうん、で神様から聞かれたのが、Do you have relationship with these girls? この女性たちと本当の関係があるのか、うん、ないです。だってね、画面の向こう側だったり本の向こう側だったりっていうことは知らない人ですね、うん、じゃあそれは愛なのか、うん、もちろん違うよね。違う。でそういうことは、でじゃあこれは真実なのかの関係か、これは嘘の関係、うん、そうするとそこでね、神様から、うん、じゃあこれは誰とあなたは関係を持ってるんだっていう時に、もう嘘と関係を持ってる、うん、嘘とものすごいセクシャルなインティメート、うん、近い関係を持ってることを見せられた時に、うん、やばい、この後ろにいるのは、うん、嘘なんだ、うん、本当じゃないものと、うん、関係を持ってるんだ、うん、で、あとはもう本当にすごいシンプルに、例えば自分のね、うん、これは罪じゃないポルノだからって思うかもしれないけれども、うん、このポルノのせいでどんだけの生産業、うん、人たちが犠牲になって、うんうん、しているかって考えた時に、うん、これはもうお客さんがいるからなされる大きな、ね、大きな産業ですよね、うん、多分世界でも超ビッグビジネスだと思うんだけど、そうだね、このビッグビジネスの裏にいるのは、うん、僕らみたいな人たちなんです、うんうん、誰も見なければない、うん、需要があるから供給があるから供給される、うんうん、ポルノの世界にはそう近親相姦からレイプから、うん、もうその幼児愛からもう何から何まで、うん、世の中でやっちゃダメだよっていうのばっかりでしょ、うん、でそれを思わされた時にこれはやばい世界なんだ、うん、っていうことにまず
頭で気がついた、うん、でその後、うん、もうでもねそれでもすぐにやめられなかった、うん、だから神様に本当にお願いしてどうやったらこれやめられるんですか、うん、っていうふうに言うときに、うん、やっぱ結婚で、そう浮気の問題があったりとかっていうのもあったときに、うん、自分たちの性的な関係も崩れてたんですね、うん、もうそこに対するなんか性的なことがねいいイメージじゃなくなってしまって、うんうん、完全に汚れてしまった、うんうん、でこの汚れたものをね直してくださいっていうふうにすごくお祈りしてて、うんうんうん、で神様はそれをなんかね同時に性的なことを回復していくと同時にこの嘘のものが必要になくなるような感じ、うんうんうん、だからとっても時間がかかったけれども、うん、最後はね何がどう変わったかっていうとね、うん、その神様のこと知りたいって思うでしょ、うん、僕ら YouTube を結構見始めて、うん、あのテスティモニー証とか、うん、あの奇跡的な神様がねやってる証がとっても世界中にはたくさんあって、うん、それを見始めたりある人が神様の話してる話を聞き始めるのがすごく楽しくなって、うん、知りたいから、うん、だからねそのコンピューターに向かって何かをこうサーチングするときに、うん、昔だったら一人でひょっとしたらポルノに行ってたかもしれないとか、うん、テスティモニーって書くようになる、うん、わかります？なんかこのそう興味がねガラッと変わっちゃった思いの転換が始まってるな、うん、そうこのね転換が始まって、うんうん、ダメだから見ないっていうよりかは、うん、本当の素晴らしいものがあるから嘘のものがいらなくなってくるみたいな感じ、うんうん、でそれはねすごい助かった、うんうん、でそうやってそのテスティモニーを見てる中で神様がされたことの素晴らしさを見たら、うん、ますますもっと神様が知りたい、ね、知りたいと思うね、もうどんどん大きくなってハングリーになっちゃったね、うんうん、それで、うんうん依存してたんやろね、その、そういうものが、その時の一瞬の気持ちのなんかこう、そうね、うん、気持ちの良さやったりね、刺激とか、逃げてる先を求めてそういうとこに行ってたけど、うん、それをする必要が、その神様のことを見ること、知ることを探ることで、うん、もうそっちで心がいっぱいになって、うん、この依存してた、ここ満たされたいという思いが、こっち側で満たされてたら、もういらなくなっていったんやろね。そうやね、だこれちょっと 浮気ともすごい似てるかもしれないけど、うん、本当に大事な関係が良ければ、うん、他に心がいかなくて済むよね、うん、そうだね、うんうん、どっちかというとね、私はなあのすごくちっちゃい時からなんかその自分で積み上げたこうあの習慣があったから、うんうん、これ以外の自分を知らない、だからポルノグラフ本当にちっちゃい時から見てたから、うん、あのもうその中のイメージが真実だって思うから、うんそれしか知らない、うん、で結婚しててこう結婚生活送っててもなんかどっかでそれを信じてて、だから神様が何かを見せようとしてる時に全くそれが何なのかわからないんだけど、もうすごくもう見たい欲しい、うん、なんかわからんけど怖いけども、うん、そっちに行きたい、うん、ってなった時にこれがいらない、これがあるとこっちに行けないらしいと、こっちの光輝くこのところになんか行けない感じがして、なんかもうこれとりあえずもうイランって感じで、もう今どこに行くか知らんけど、あの経験したことがないからだけど、うん、そこに今向かっていきたいという感じで、うん、あのそれが真実だとか真実じゃないとかいうのもわからない、うんうん、もうこれしか知らんから、でもそれってなんかやっぱ本物のそうだけがなす、うん、その力ね、うん、なんか、うん、変な比べもったら変やけど、例えばさ、うん、なんか、うん、ルイ・ヴィトンのさそういう話、そういう話。ベルトもさ、嘘もんで、なんぼでも1000円ぐらいで売ってるやん、なんか、いろいろ調べたらね。で、最初はそれ、ちょっとルイ・ヴィトンつけてるみたいで嬉しいってやってるけど、うん、本物が来たらもう嫌だよね、うん、これ。そういう方。ねえ、カッコつけてやってた、本物来たらあまりにもちゃうし、こんなんでよう我慢して、満足できたなっていう、それやろね。本物を知った時の、すごいショックやったやろね。うんうん、それで、うん、そのさっきの YouTube テスティモニーを見てて、うんうん、ある時ね、その一人のそういうストリートエヴァンジェリストの人、うん、のビデオを見つけて、うん、でその人はもう自分でこんな感じで自分で撮って、うん、あとかなんかで撮って、うん、しながら人に、そうそう、それで今からなんかお祈りするからみたいな感じ で、うんうん、ですごく自然で、うん、なんていうかこう綺麗に撮ったビデオでもなくて、うん、その時にね、なんかもうすぐにあこれは本当だなと思って、うん、でその人はもう本当に道端で悪霊を追い出し精霊やりして、うん、もう
福音をシェアして、うん、でその人が受け入れたら次の日もね、お風呂場でバプティズムして、うん、受けてくるみたいな、うん、でそれを見た時なんかもうリアルな本当の聖書に出てくる、うん、これいいんだと思って、うん、これでいいんじゃんってもうなんかストーンときて、うんうん、でその時に一番最初にもうなんかムズムズっとしたのがその悪霊追い出し、うん、やっぱ悪霊追い出しを見た時に結構普通の感じの人たちがなんか悪霊追い出しされてて、うんうんうん、なんかスペシャリスト的な人じゃなくて普通の、うん、そうもうめっちゃなんかこれっぽい人やったらなんかあーって感じやけど、もう全然普通のね、うん、その時にはもうすぐ自分でもうなんか私は解放されなきゃいけないかもしれないなと思った、うん、すぐ分かった、うん、やっぱりそのさっきの浮気もあったけど、なんかこう浮気をなんかしなきゃいけないって言ったらおかしいんだけど、うん、誰かが求められたら私はその義務があるっていう、うんうん、なんかもう自分が逆らうことができない声みたいな、うんうん、ちっちゃい時から信じてきてたの、うん、そうやな、うんうん、それがね、もう自分でコントロールできない、自分はもうそれに完全に縛られてるのを知ったから、うん、あ、これはなんか解放されないかんかもしらんと思って、うん、もうすぐに行こう、エタローって言って、うん、でそれでデンマークまで4日間、仕事よかったって、もう思い立ったら吉日やな、もう私そういう感じなんでそれで言ったら、みたいなで、行って、でそれで最初の日にその人が、まあ、50人くらいいろんな国から集めて、うん、でじゃ あの話をしながらもう練習みたいな感じで、じゃあ威厳で話したことない人みたいな、うん、でこれも威厳、栄太郎先にも素直に受け取ってて、うん、で威厳でお祈りしたりすると、もうちょっと向こう行ってよみたいな、うん、気持ち悪いみたいな、うん、もういやいやいやと思ってたんだけど、もうその頃にはもう何でも神様くれるもん欲しい、うん、もう何でもちょうだい、うん、もうもらえるもん何でも欲しいって思ったから、そこに行った時、威厳で話してない、祈らない人は、うん、じゃあそれのために祈りましょうみたいな感じで、うん、みんなの前で見せるからね、どういう風にやるかって言って、うん、私さっき手挙げて、うん、叩き台、うん、叩き台になったん、あ、そうそうそれでその人が祈り始めて、うん、そしたらまあ1分ぐらいかな、1分ぐらいでも結構なんかお腹のあたりがなんか、うん、よーってなってきて、うん、何やろこれはと思って、なんか気持ち悪いなと思って、でそれでなんかこう何かがこう喉を通って出てくるんだけど、何も見えないんだけど、何かがこう通っていくのが分かるんですよ。でそこ体を離れていくのが分かる。で一つ二つと離れていって、でなんだけど、そのなんかすごく大きい体の中にもびっしりなんか張り付いてるような大きいなんかがあって、うん、それでそれがね、もうどうしても出ていきたくない感じ、うんうん、だからその時にもうその祈ってた人がもうギャーッてもう出てけーって言って、もう怒鳴って30分ぐらい怒鳴ってたけど、もう疲れたし、うん、私も苦しそうにしてるから、うん、ちょっととりあえず一旦止めてバプティズムは受けたいって言われたんですよ、洗礼受けたいって、うん、で、うん、私は洗礼をもうそのクリスチャンになった時に受けてたから、うん、いや受けたけど、でも私は今はね受けなきゃいけない気がするって思って、あー、分かった、うん、その時も思って、うん、もう受けますって言ったんですよね。でやっぱり14年前にその悔い改めて神様 の、 うん、家族に入るっていうこともわからないし、うん、一度バプティズムで死んで、そしてキリストと一緒によみがえる、うん、この私たちの新しい体をもらうっていう、そういうことも分かるにも分かってなくて、うんうん、悔い改めもしてなかったから、うん、その時 もう受け取りたいと思って次の日バプティズムを受けたんですね、うん、でそのバプティズムを受ける前に直前にね、この人がビデオを1個見せたんですよ、うん、私たちみんなそこの50人の人たちに、うんうん、で私はまあ普通に見てたんだけど、そのビデオではミドルイーストの人がなんかミドルイーストがなんていうの、外国の人がね、その人のところに来て、まあ、洗礼を受けたんだけど、その洗礼を受ける前に何か告白すること、今まで罪で告白することないって言われて、その人はすぐに自分の浮気を、うん、日記が言ってない、奥さんに言ってない、うん、じゃそれを告白しなきゃいけないって言って、うん、すぐ奥さんに電話して、うん、それを告白してから洗礼を受けて、うん、それで悪霊から追い出しがあって、うん、でそのビデオを見た時に私ね、
すぐにパッと思い浮かんだことがあって、うん、それは実はその婚約してた時に、うん、私一回浮気をしてたんですよ、うん、もうそれをひた隠しにしてて、うん、もう死ぬまで絶対エタロに言わんとこうと思ってたから、うんうん、でもそれを見た時にもうすぐ神様が、うん、今言いなさい、うん、この浮気まだ言ってない浮気言いなさいっていうのもすぐ感じて、うん、そう、それでエタロに告白して、うん、もうエタロ、ええー、みたいな、うん、あそれやな、うん、そう、それで、でもそれでもエータロも受け取ってくれて、うん、ですぐバプティズマしたんですね、洗礼受けたんですよ、うん、で洗礼受けて水から上がってきたらもうその人たちがまたお祈ってくれて、うん、そしたらもうね、うん、1分ぐらいで、うん、もうその絶対出ていきたくないっていうのを感じてたそのものが、うん、もう全く私の体に何の影響力とかね、その権威がない、いない、うん、そう、もうね、フルルルッと出てたんですよ。うん、もうビッグスが、うんうん、もう死んでる体についてるみたいな感じで、うん、でも私はもうその時なんか喜びの笑いがブワーって湧き上がってきて、で威厳で威厳が出てきて、うん、でそれでもうその時にもうびっくりするような喜びと解放と、うん、もう初めて経験する自由、うんうん、もう軽く、体が軽くてもなんかこんな感じで、うん、でなんか宿に帰るときに、うん、あのこれエタロがな見てんけど、うん、そのと、あとでいいんじゃん、あ、そうか、まあ、とにかく、あ、でもそれは言った方がいいな、うんうん、見て、あ、それはね、そう、それでまずバプティズムが終わって威厳で話し始めて、うん、で後でもう着替え終わってね、二人で座って話してね、顔見合ったときにね、うん、わあ、自分たちは本当に解放されたね、うん、この結婚とね、うん、その浮気の問題、うん、そういう誘惑の問題があったことから本当に回復されたっていうのがもう目を見終わってすぐ分かった。分かった。分かった。まあ、これでこの一つのね、何か自分たちが完全な人間になったとか、その全然違うんだけど、この一つのステージっていうか、うん、この解放があったねっていうのが分かって。うんうん、で、もう二人でよかったね。で、そのよかったねって言ったね、帰り道に、うん、あの電柱があるんですけど、うん、あの電柱をねパッと見上げるとね、うん、白い鳩が2匹、うん、あのメイティングしてるんですよ。で、うわーって言って、あれ見て見てって言って、で、わー、2匹が仲良さそうにやってるねーって言って、で、次の電柱に行ったらまた3匹がね、メイティングしてるの、白い鳩が。で、それでまた次の電柱に行ったらまたやってる。で、これは神様からのメッセージや今回3回本当にね、もうこんなに白い鳩がね、2人で仲睦がマジック、うん、あのや、あの2人でいるのを見て、うん、で、その後なんだけど、うん、あの2人でね、やっぱそういう性的な関係を持つ時があった時に、うん、初めて、うん、うわぁ、こんなにピュアで、うん、何の邪魔者も入らずに、うん、本当に二人だけの関係で、うん、ここに神様がいてくれて、うん、こんなに素晴らしいものだったんだ、うん、二人が一つになるっていうのはこんなに素晴らしいことだっていうのをね、うん、感じて、うん、もうその終わった後にもね、二人でまた神様ありがとうございます、神様が作られた、うんうん、計画された通りのありのままの、そう、性やってんな、性的な関係がね、戻ってきて、うんうん、すごい、そんなこと僕らは一回も知らなかったし、うん、そう、だからそれをね、見せてもらったときに、本当に素晴らしい、うんうん、感謝の気持ちがね、うん、めちゃくちゃ湧きました、うんうん、そしてまたそれ を通して2人の関係がますます親密になって、互いを思う思いもほんまに新しくなったんじゃないの。そうやね、ね、うん、今まで思ってなかった方法でお互いを見るようにうわ、ん、ね、うん、すごいね。まさに新婚生活がそっから始まったそう、まあ、ほんとそんな感じやね。それが何年目じゃ結婚して。今20年。今20年。だけどそれが本当に。その時が 15? もう15年目ぐらい。へぇすごいな。すごいすごい。素晴らしい。なんかすごいね。面白かったのが、このね、デンマーク見た時に、そのね、うん、あの悪霊追い出しをやってくれた彼はね、うん、そういうのよく慣れてるからね、しん、うん、なんかこう深刻に重いヘビーな感じは全く何もなくて、うんうんうん、と、うん、英語の幅ニューワイフ
あなたは新しい奥さんを持つよって言ってやる。その通りや、うん。まさにその通りだな。ニューワイフ、ニューハズバンとしてまた、ね、最初の計画に戻ったんやな。ね、素晴らしいね。アーメン、感謝します。感謝します。本当にすごい、そういうことをまたこう、ね、オープンに話してくださるの、本当に貴重だね。なんか、こういう系の話を、うん、オンラインで、どこで誰か見てるかわからない中で、うん、でもこうやって本当になんか、神様の促しに従って、うん、私たちの勝ち取った勝利だから、神様に行われるように、今本当に同じとこを通ってる人、で誰に話していいかわからない人、うん、あなたにも神様同じことできるよって言ってることだからね、このテステモニーっていうのは。うん、だから本当に2人の受け取ったこのビクトリー、勝利はたくさんの人たちの、に約束された勝利であることを宣言します。はい、うんうん、やっぱり今ね、あやさんが言ってくれたね、うん、それまではその最後の回復があるまでってね、人に話できなかったんですよ、うん、っていうのはやっぱりそう話すと痛みが伴うし、うんうん、恥ずかしい、もちろん恥ずかしい、うん、こんなね、うん、内面的なことをシェアする、うんうん、ところがこの回復があって解放された後に、うん、その傷が本当に癒されてて、うん、人に話した時に、うん、痛みがない、うん、恥がない、うん、それらを全部神様が取ってくれた、うん、だから本当言うとこれの話に何度も戻ってくる必要はないんだけど、うんうん、やするっていうためにやってるんだけど、うん、そこの時に本当に痛みがなくて、うんうん、傷が本当に癒されたね、うん、ね、素晴らしいね。これ恥ずかしいと思ってたら大体こういうことをシェアできないからね、もうそうですね、そうそう、うん、でもその恥っていうのって まさにこう敵が持ってくるもんで、ね、本当そう、やったことを光に照らさないようにするために隠してってやるんだけど、それに打ち勝ったんよね、うん、すごいね、神様本当に素晴らしい証を感謝します。ありがとう、うん、でさあそうやって回復、ね、してそこから今はじゃあさらに5年ぐらいかな、その後からの夫婦で4年ぐらい、うん、で今2人はすごいそのいろんな方面でその家族の回復とか、夫婦の関係のこととか、うん、子育てとか性についてとか本当に LGBTQ のそういうような、で主に抱えている人、傷を抱えている人たちの回復のこととかいろんなところに今用いられているので、うんうん、もしよかったらまた次 の、パートできればね、パート4になるのか、また新しいシリーズになるのか分からないけれど、うん、今度はその具体的に、うんうん、具体的に今本当に例えば葛藤を抱えているじゃあ夫婦の方々にアドバイスをするとしたらとか、うん、今そういうセクシュアリティ、性的指向について何か傷を抱えている人がいるとしたら、その人に向けてのアドバイスとか、うん、なんかそういったことで続けて発信し続けていただきたいなと思うんですけど、うん、それには答えていただけますか？はい、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 もらいました。わあ、よかった。うん、じゃあなんかこれだけでね、もうこのシリーズは終わりですから、うん、エイトロさん、タメさん、さよならということではなくて、ぜひ今後もなんか、やっぱりね、うん、通ったものにじゃないとわからないんだよね。今はそうそう、あやさんが喋ってる時に一つだけ、今言いたいなと思ったのは、うんうん、こうしてね、通ってきた証で解放されてよかったねっていうと、うん、やっぱ解放された人の話ね、うんうん、でだけどね、実はその通ってる間、このトンネルを、うん、暗いトンネルをね、歩んでる間って結構やっぱ大変なんですよ。そうだよね、15年あるんだもんね。そんでその時にやっぱね、何が一番大変だったかっていうと、うん、前には進んでるらしいんだけど出口が見えない、うんね、うん、それが来るのかが分からない、うんうん、だからなんかひょっとするとこういうの見てて今、うん、結婚生活に苦しんでたり、うん、悩んでる人がいてね、うん、いつこの出口が来るんだろう、うん、いつ終わりが、この苦しみの終わりがあるんだろうって思ってる人いるかもしれないと思うんです、うん、まず本当に僕たちができることは何もないんだけど、うん、こういうのにしてね、うん、神様が一緒に歩んでくれてる、うん、で神様に頼れば必ず出口まで連れてってくれる、うんうん、それでもそれをひたすら何て言うかな、勇気づけたい、うんうん、でそういうので悩んでるのは一人だけじゃないですよ、そう、ね、うん、他にも悩んでる人がいるし、うん、一緒に歩んでいく家族とか友達とか、うんうんうん、ますよっていうことを伝えたいですね、うん、ぜひじゃあ今回この、パート3つ分かれたシリーズの終わりになりましたけど、うん、今そういう人たちのために最後、栄太郎さん、為さん、お祈りしてくれますか？
で、それで最後終わりにしたいと思いますけど、いいかな、はい、あ、いいです。はい、はい、じゃあお祈りしましょう。お願いします。はい。うん、はい、天のお父様、感謝します、うん。今見てくれてる人、そして私たちすべての家族をまず、祝福します、うん。あなたが一人一人を愛され、それぞれ、夫も奥さんも子供たちもあなたにとって高価で尊い一人一人大切な人々であることを感謝します、うん。その一人一人大切な家族が集まって、本当に素晴らしい家族ができるように、どうか私たち一人一人を助けてください。そして今悩んでる人、今結婚でちょっと苦しんでる人、それらの人がいたら、あなたが彼らの今そばを歩いて、その道しるべを示してくださることをお願いします。あなたが共に歩んで、あなたの持っている結婚の計画、家族の計画、その素晴らしい計画が、聞いている人、私たち一人一人の上になりますようによろしくお願いします、うん、それが素晴らしい計画であることを信じ感謝します、うん、イエスの名でお祈りします、うん、感謝します。そして、この玉江さん、栄太郎さんが2人その15年の間、もしかしたらもっと育ってきた長い年月の間、うん、あなたを見つけて、そしてあなたを知ってから、うん、もうどうしようもならなくなった時に、いやもうこれなんとかしてって、うん、神様あなたが本当に働いて生きている方だと、もうこれなんとかしてって彼らがあなたの方に向いた時に、あなたが必ず奇跡を起こしてくださった、うん、あなたがその突破口を開いてくださった、その同じ神様が今日まだ出口が見えなくて、私このままどうなんだろう、私一人でこれどうなるんだろうと思っているその人たちのところにも働くことができる神様であることを感謝します。今この、ビデオを見て、一人でも多くの人が主をあなたに助けを、本当に、助けの叫び声を、うん、声にならない叫び声を上げることができるように、そしてその時にあなたが思っても見ない方法で期待、答えてくださる方だと私たちは期待します。あなたに、お委ねします、うん、あなたを信頼します。あなたが助けてください。イエス様、あなたの名前によってお祈りします。ね、あ、ありがとうね、本当にありがとうございました。うん、じゃあこれで今回のシリーズは終わりますけれども、はい、また、これからの、ポスティングをね、楽しみにしておいてください。ありがとうございます。さようなら。ありがとう。